この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。はい、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。今日もね、はるはるはオンラインでそうですよ。まあもう毎週この体制慣れてきましたけど、はい、きっとでございます。そしてしほりんです。はい、あずあずです。はい、今週の寺井です先週の寺井はどこに行ったんですかそしてはるはるです。よろしくお願いします。という5人で今日も豪華にお届けしたいと思いますが、はい、はい、この1週間、はい、どうでしたでしょうか。そうですね、うん、おたまじゃくしがですね、めちゃくちゃ成長してます。おたまじゃくしが成長してるすごい。いや、先週写真撮ろうと思ったらまだちっちゃくて、うん、どこにいるっていう感じだったんですけど、うん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 、さっき見に行ったら、うん、もうなんかうわっていうぐらいめっちゃいました。マジで。そろそろ手足が出てくるんだろうなと思いながら、合コンの結果ですかね。え、あ、そう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 、合コンの結果ですよね。合コンの結果がね、身を結んだんでしょうもう子が生まれてるってことだよね。そうそうそう、そういうことやねそっかそっか、そうか、あの時求愛してたわけでしょ、はい、そう。まだでも夜は結構ゲコゲコ言ってますよね。ゲコゲコ言ってます、はい、言ってます。その求愛で結ばれたカエルちゃんたちから生まれた子供が今泳いでるってこと、はい、そうですよね。だよね、はい、うん、すごいなそれ。すごい、だからどんどん増えてますよ。そうか、はい、なんか来週の宿題がもう見えてきてる。まさかどういうことまさかの。結構家の中上がってきません？あります、あります。カエル、うん、カエルがね、うん、上がってくる。はあ、壁とかにペタって、そうそうそう、外ですけど外にペタっていたりとか、うん、でもうちちょっと隙間がまだあるとあるんですけど一部あるんですけど、そこから入ってきてまだあるってことはどっかいつか埋めるの？いつか埋める気ではいるんですけどお風呂に一緒に入ってしまいました。カエルちゃんと、はい、お湯疲れるの？カエルお湯、なんだろう、湯船の縁にいたんですよね。で、あ、いるなと思って、でも可愛いからちょっと、まあ触るのはね、ちょっと汚いっていうでしょ、はいはい、けどから、まあそーっと見てたら、多分びっくり、シャワーとかのあれで水しぶきでびっくりして、ポンって飛んだんですよね、はい、飛んだら湯船の中チャポンって大丈夫だったんですか？そしたら、そう、うん、で、やっぱ熱かったんでしょうね。熱いよね。まあお湯なんで、お湯が張ってたんで、だからプカって浮いてしまって、 あ、死んだと思って、うんうんうん、すぐちょっと救って、はいはいはい、私スポンポンなんですけどねもうそれはそうだよね救って、まあ、カエルもスポンポン、ね、はあ、あれ多分溺れたんじゃないかなと思って、うんうんうん、人工呼吸みたいに、ちょっとトントントンって胸のあたりをこうちょっとこう少し軽く押してみたら、うん、水をペッて吐いて、本当に復活したんですよ。漫画みたいじゃないですか、うん、そこから3ヶ月買いましたあ、買ったお風呂でねお風呂でなるべくなんかシャンプーとかかからないように、はいはい、気をつけながらお風呂入って。え、一日中いるんですか、そこに帰る？多分いるんでしょうね。そうなんだ、うん、今も今はもういないです。どっか行っちゃった？うん、どっか行ったか、うん、流されたか旦那が入った時に無意識に。なんか家帰ったらさ、玄関先にものすごい大金の入った箱が置いてあって恩返し大根置いてあることありますけどねその大根、カエル、うん、まさかのまさかのカエルだったのかもしれない。はるはるいる？家にカエル。あ、今日の朝玄関にいましたね。あ、いるんだ。え、むしろいないんですか？っていうか、玄関の引き戸に張り付いてました、一匹、うんうんお風呂は入ってないよね、一緒にね。お風呂は入ってないですねそりゃそうだ、なかなかいないですよ。うちはほらマンションとか住んでるけど、うん、やっぱカエルは声も聞こえないですか？見ない。あ、昨日夜ちょっとランニングとかしてたけど、ちょっと耳澄ましてみますわ。いや、ぜひぜひ、うん、あ、でも耳澄まさないといけないぐらいレベルでしょ。だってそうでしょ、もう、うん、耳塞いでても聞こえますね。そう窓には来ないけど、うん、トイレの3にいたりとか、うん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 、お風呂にいたりはするけど、うんうん、玄関はね、まだ見ない。まだ見ない。そうか、
カエルの恩返しが恩返しカエルの恩返しキットね。まあだいぶ、ね、学校も始まりましたよね。そうですよ、結局もう今週から給食も始まってるでしょ、はいはい、ちょっとまああの時間は短いんですけど、うんうん、なんか習い事とかも徐々に始まりだして、やっぱちょっと徐々に日常が入ってきてるなーって気はしますね。そっか、はるはるがこんな顔してる。本当だ、どうしたの。はるはるは最近どうなの。眠たそう。地域おこし協力隊の新しく来られる方が、はいはい、うん、決まりそうなんですね。それのですね、あと5ヶ月なんですね、僕。そうか、任期がね。任期が。なので、その任期満了後のどうやってなりわいを作っていくかって部分で、うん、いろいろ副業をさせていただいてまして、うんうん、もう少ししたらいろいろと発表できるんじゃないかなと思います。なので、結構、はい、充実した毎日を送らさせていただいてます。それはそれは、あ、まあまあまあ5ヶ月まだもうちょっとあると思うんですけど、うんうん、どっかで春特集をね。いや、やりたい、うんうんうん、春特集をやりますね。春のコーナー裏側みたいな、表と裏みたいな。興味ある。表と裏。表裏一体。表裏一体。そっか、一緒なんか。そっかそっか。いや、やりましょう。いずれやりましょう。楽しみ、はい、コーナーとかね。はい、じゃあ CM ないけど、いきます。はい。南畑物語。じゃあ今日は特別バージョンであのコーナー行ってみますか。サウンズオブ南畑。はい、ということで毎週、まあなんかやっぱ季節の音とかね、はい、なんかこう変化の感じられる音をお届けしているコーナーですが、うん、はい、今週は特別バージョン。そうですね、はい、まあまさにサウンズオブ南畑だと思いますよ。南畑、うん、そうだと思う。まさしくそう、うん、ちょっとじゃあ聞いてみましょうか。はい、あ、そっか、みんな聞こえないのかこれ。はい、おはようございます。今日ですね、おはようございます。ちょっと懐かしい声がしました。長尾真希子さん、真希真希です。こんにちは、真希真希です。もう久しぶり、久しぶりです。いや、聞いてますよ。あ、そうですか。あずあず、しくあずのコーナーとかも楽しみにしてます。嬉しいですね。もうなかなか必死に頑張ってます。もう本当になんかあれですよね、学びますよね。へえへえって私ももうもう本当50平ぐらい毎回。あ、本当ですか。そのうちボタン作ろうかな。ピンポンっていう。本当に、まあ、こんにゃくのこともバッチリ頭に入ります。はい、もうこれ分かりながら食べるとですね、また味も違うと思います。もうなんかいつからこう南畑物語ね、こんなに知的な番組になったんだろうかって。本当にもう素晴らしいですね。本当ですか。ちょっとね、ためになるのが少しあったらいいんかなと思いながらやってますけど、皆さんがへーって言ってくれるなら嬉しいですね。いや、本当に南畑のね、風をこう、はい、本当に爽やかな感じでいつも聞いてますよ、はい、ありがとうございます。でも長尾さん6年間ずっとここにほら、うん、来てたじゃないですか、うんうん、やっぱりどんな季節が良かった、一番おすすめっていうか自分がいいなと思った季節って、なんかね、そう言われるとどの季節もね、うん、なんかこう南畑は良かったんですけど、はいはい、やっぱなんかちょっと今の季節、うん、この田んぼに水が入って、うん、稲が植わって、うん、こう空の映り込みとかもあってね、はいはい、でこういう時期って案外短かったりもして、そのうちほら穂が濡れてくると、うん、埋まってしまうので、うんうん、なんかこの時期やっぱりすごく緑も綺麗だしね、すがすがしい気持ちになって、なんかもう、まあ、私がまた久しぶりに来たからっていうのもあるけど、うん、すごいやっぱ今の季節の南畑が大好きですね、うん、確かにね、空気はもう水の影響もあるんでしょうね、うん、田んぼのね、すごいなんか気持ちいい感じ、梅雨前なんですけども、そう、うん、風景がね、なんかこう2倍になるっていうか、ほら映り込むから、映り込みですね、なんかいいですよね。もうそろそろおたまじゃくしも出てきて、そうなんですね、はい、でカエルになってまたカエルのことですね。そう、カエルまた戻りますね。またへえ、はい、そっか、そうですね、うん、
そんな感じ、じゃあ名古屋さん今ほら別のお仕事されるからその方はどうです、うん、ちょっと軌道に乗りました、ね、いやちょっと本当失敗ばっかりで、またダメダメマキマキですなんかでもそうですね、幼稚園なんですけど、うん、幼稚園はまだスタートしてなくて、なんかゆっくりなスタートですね、なので、まあ、いろいろ勉強する時間になってるかな、まあ、でもその幼稚園もね、うん、まあ、都心部にあってもなんかすごく緑が豊かなところで、私も通った幼稚園なので、あ、そうなんですね、すごくなんか、そう懐かしい感じで、また新しい環境で楽しんでます。あ、本当、じゃあ始まったらのお子さんとね、ちっちゃなお子さんたちと遊ぶ姿がちょっと目に浮かぶんですけども、あとはやっぱり通勤が自転車になったので、すごいこうちょっと南畑があまりにもこう、まあなんていうのかな、車ばっかり通ってたし、はいはい、ちょっといっぱいおいしいものいただいたりしてすっかり太ってしまったので、本当ですか、ちょっと頑張って、スリム化計画をスリム、じゃあ今度会う時はちょっとスリムな巻き巻きを期待して、なかなかです、じゃあちょっと来週の時、来週は来れないかね、また別の時に、また聞いた時に、はい、スリムな巻き巻きを話することを楽しみにして難しそう、かなり自転車こいでも自転車こいでその分がね吸収されて、はい、じゃあ今度また、お楽しいお話待ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、ラジオ楽しみに聞いてます、はい、どうもありがとうございました、巻き巻きでした、はい、いや相変わらずで、相変わらず元気ですよね、元気はつらつですね、私ちょっとちょうど来られたので顔出しに来たんですけど、なんか元気出ますね、 なんか巻き巻きのあの感じね、アイドル感が、何しに来たんですか、サポート、ああ、その引き継ぎじゃないけどね、そうですそうです、そうです、ベテランさんとして、ね、はい、そうです、だから私もちょっと分からなかったこととかちょっと聞いたりとかして、なんかやっぱりもう意地聞いたら10答えてくれるみたいな感じで頼りになる先輩です、南畑マニア、そう、もうか、そうラジオもめっちゃ聞いてくれてる感じだったじゃん、こんにゃくの話もカエルの話もしたし、そうですよ、このね、中川一の知的番組と言われるこの南畑マニアですからね、今日も楽しみですありがとうございます。で、今週も、はい、鬼教官の私がですね、はい、先週あずあずに叩きつけたこの宿題を、博士、何の宿題でしたっけ、でも日吉神社、今日先週はるはるがちょこっと話してくれたね、日吉神社のね、ここの後ろまさにこう田んぼが今、おたまじゃくしも元気に泳いでるんですけど、ちょうどここと田んぼの間に一本道があって、ここがまっすぐ行くと宮があって、ね、鳥居があって宮があるんですよ、日吉神社と言われるこの日吉神社の謎について今日はわざわざ博士が調べてきましたので、いつも嫌とか言いながらめっちゃ今日もめっちゃ手元にね、手書きの資料がいっぱいあります。すごい、日吉神社ってほら神様じゃないですか、だから神様のこと全然知らなかったので説明するにも調べないと、そういうなんか神道の歴史から調べたみたいな感じ、いやなんかね本当に神話じゃないから、本当にねいるかいないかわからないほら神様の話ってあるじゃないか、なんか結構調べましたね。なるほど、はい、じゃあハードルも自分で上げたところで、なるほど、いや違う、もう小指が上がりそうです、小指が下げよう、お願いしますお願いします。あのですね、はい、ほらはるはるが下がり宮って言ってたじゃないですか、はい、なんでかなって、でも、やっぱいろんなあんまり分かってないそうなんですけど、あるちょっとところから調べたら、農耕に水田、お米を作るときってひどい人見もなんか小指上げてるのね、戻そう水田作るときって、すいませんちょっと大事、おふざけが過ぎました、大事な報告の時間をすいません、小指を立ててしまいました我々壺に入っております待ってでね、お米を作るときって、はいはいはい、最初は始まったのが弥生時代とか言ってる、それがね、そのちょっと前ぐらい、縄文時代ぐらいの終わりぐらいから始まったらしいんですけど、その頃の田んぼって要は水があるところに横に田んぼを作る感じで始まった、要はほらお水が大事だから、お水を引くために、そうそう水を引くために、そこの近くのところでやってたんですね。でも結局
今みたいじゃないと水害とかあった場合は、うん、お米全部流れちゃうわけだね、ダメになっちゃう、うん、から弥生時代になると結局あの水路を作る技術がどんどん出てきます。なんか灌漑とかありますね、そうね、水をね、そうそうそう、運ぶすると水田もちょっとずつ上の方とかに作れるようになったんですね、うん、はいはい、それを踏まえて結局そういうのをお米を作るためにやっぱ神様に頼むは田の神さとかありますよね、田の神ね、そうそう、ね、はいはい、そういう風に横に神様、はいはい、田んぼの近くに神様を、おー、じゃあやっぱこの田んぼとの結びつきがあるとか、そう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 、でそこであの結局それが縄文時代かその、うん、昔の頃はその横にあったから、うん、下がり宮じゃないか、その田んぼの近く、うんうん、昔はそれがどんどん弥生時代になると、はい、田んぼが上にあるから、うん、神社とかおかみさんも上にじゃないかなという説があります。だからなんとなく、あ、なんとなくそうかな、で、で日吉神社に祀られてる神がいろんな神様がいるんですね。で、あのもともと日吉神社ってあの一ノ瀬だけじゃなくて、うん、鳴竹とか、うん、梅金とかにも日吉神社ってあったんですよ。各地区にある、そうそうそう、はいはい、なんだけどそれがあの結局日吉神社の全部いろんな日吉神社があるのが、うんうん、この一ノ瀬の日吉神社に全部もうまとめられた、あ、まとめられた、そうそう、だからいろんなね神様がこのそれぞれの神様が、あ、元はバラバラに、そうですそうです、それがいっぱいいるらしいんですね。なるほど、うん、でもともとその一ノ瀬の日吉神社に祀られてるおか、うん、神様が一、うん、人がすごいこの宇宙全体の神様っていう、うん、その名前言うとね、宇宙全体、そうそう、宇宙の最初の、うん、天の中心の神様、すごい、と、あともう一人が大国主の御事って聞いたことあります？なんか稲葉の白うさぎとかいう、はいはい、物語で、はい、あの方があの国を作る神、宇宙を作って国を作る、そう、国を作る、そしてもう一人が山幸彦という、うんうんうん、知ってます、かる、あの山のね神様、はいはいはい、うん、多分調べたらすぐ出てくる、うん、その神様、はいはい、その3つが日吉神社の神様らしいですね。なるほど、宇宙と国と山、うん、そう、だからそうするとご利益っていうのはもう量、商業もいろいろなね、うん、産業いろんなものとか、うん、はい、またそういう国を作るとか、だから子供を産むってことは安産とか良縁とか、あと健康もね、うん、特に大国主の御事っていうのが医術に長けた神様らしくて、そういうところから病気を治す、だから結構いろんな神様がいるんです。その3つの元々の日吉神社の神様がすごい神様で、ただ西長さんがここのね、そうそうそう、人が求め合って言ってたじゃないですか、ね、だからなんでかなということを調べてたら、結局そのすごい神様ってこの日吉神社とか、その西長さんが開いたお寺より前の大本三輪山、なんか春日の方にあるらしいんですけどね、そういうとこのすごいすごい神社らしいんですけど、そこにいる神様がここに日吉神社にいるっていうことを最澄さんがね、うん、分かったか分かったか、その霊剣のね、やっぱり、ね、そういうの持ってる方だから、うん、それも受けて、うん、自分の比叡山を建てる時の方に、うん、元宮の分を勘定っていうんで、こう、ここの神様を、うん、あっちに持ってった、比叡山、そうそう、でも持ってったっていうか、うん、それは迎えてんですね、この神様を比叡山に迎えた、はあ、でもその時にその神様って分けた、向こうに行ったからって言って力が半減とかするから、そのまま力も向こうに行った、はあ、じゃないかなっていうふうに言われてるそうですね。そういうのやっぱいろんなとこにあるじゃないですか、神社ってね、うん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 、それこそ太宰府天満宮じゃないですけど、そういうんじゃなくて、ここを選んだのはそういう霊験なものを感じて比叡山にも移したのではないかという説があります。へへ、重要な神社ですね、としか言えない、ね、それもいろんな、ね、説があるし、もう神話の世界なの で、まあ、でどこがねが正しいとかわからないんですけど、そんなのもあるらしいですよ。じゃあ最澄さんの話は本当だったんですね。多分本当だって、もともと今ここに絵馬しかないんですが、絵馬と墨で書いたのしかなく、はるはるは見たことあるのかな、由緒書きっていうのをちゃんと日本語でしっかり綺麗に、あ、はい、うん、それ見たことあります。これ大体ですね、この由緒書きに大体まとめて綺麗にまとめてあるなと思って見てま
でも それも相当まとめてますね。そうそう、いろいろね同じぐらいまとめてますだからあのちょっとアズアズのメモ、アズアズメモ、メモもすごいまとまってる、ね、由緒書きと同じぐらいでも由緒書きの方とね私のはちょっと違うとこはあるんですけど、うん、まあいろいろなね説があるんでね、まあそうでしょうね、うん、あでもそうやってちゃんと記録も残ってる、そうそうそう、そっちの記録が残ってて、それ誰でも 見れる場所にあるんですか。今はねないんですよ。わからない、それだから宇治子さんとかに聞いたらわかるのかもしれないんですけど、ね、だから持ってんの撮ったの、ですか、うん、あ、はい、僕写真で撮ってます。ああ、そういうこと、びっくりした、びっくりした、本当に持ってる本当、私飾ってあるかと思った、ダメだろ、ダメだろ、おいみたいな持ち出してないね写真で、なるほど、はい、はい、よく、日吉神社とっても、なんていうんですかね、雰囲気が僕好きなので、うんうん、よく写真撮らせてもらっていただくんですけど、うん、情報発信用でですね、うんうんうん、その時に由緒書き写真撮らせていただく、撮影させていただきました。へぇ、今度見せてください、ね、うん、はい、左、鳥居くぐって左側に、うん、のお池があるんですよ、ね、はいはい、あります。あそこにお猿さんの、あ、います、います、一石像があるのをご存知ですか。はい、わかります。で、あれ、由緒書きにも書いてあるんですけど、猿田彦の命の、うんうんうん、猿なんですけど、もともとこの猿田っていうのがですね、うん、日本の、古来から作られてきた赤米のことを指す言葉らしいんですね。で、下がり宮で、やっぱり、稲作にゆかりが深いというか、いう話が先ほど、アスラツに書かれて出たじゃないですか。はい、で、その由緒記にも、やはりその本社が低い河原にあるっていうのは、一夜田を周りに生きてきた古代の農耕の本質を、今に伝えているからである。まあ、由緒書き読んでるあ、そこだけ、そこだけすごい、ちょっとこれは、すごい、ありがとう。いや、まあ、いやいやいや、一言で表すとすごいすごい、すごい。やなんかこれぜひお聞きの方もですね、なんかもうちょっとこんなこと知ってるよっていうのが、本当です。なかなか教えていただきたい。いろいろ調べたけどですね。ね、はい、ありがとうございました。まあまあ今週もありがとうございました。今週もありがとうございました。後で行ってみよう。そうですね。そう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 、お参りしよう、お参りしよう、お参りしよう。はい、お参りしたくなりました。はい、じゃあ宿題アザーズのコーナーでした。はい、ありがとうございました。南花物語、はい、じゃあ最後はこちらのコーナーです。今週のトライ。はい、のどかな、ほがらかな BGM がかかっておりますよ。はい、はい、今週のトライです。はい、何でしょう、何でしょう、何でしょう、何の話題でしょう。はい、じゃあまず、はい、まあ、中之島公園の、はい、直売所カワセミの里の、うん、お野菜とかの入荷状況とかをちょっとお知らせしたいなと思います。なるほど。はい、で今ですね、タケノコの家畜がこう結構メインで出てきてますね。まあ出る日出ない日あるんですけども、結構ほぼほぼ午前中になくなっちゃうぐらい の量ぐらいしかないんですけど、まあ人気でもう入ったらすぐなくなっちゃう感じですね。で家畜と一緒にマダケ、あ、ね、マダケも出てきたんだ。はい、家畜の次がマダケですよね。そうそう、家畜とマダケがこう並列して今、うん、お店の方には出てる感じですね。なるほど。はい、あとやっぱこれからの季節、ちょうど今からいろんな何ですかね、保存食作る機会が増えてくると思うんですけど、うん、その梅ですね、青い梅、あとらっきょう、はい、自分でらっきょう漬け作るためのらっきょうがですね出てきてます。はい、やっと出てきてますね。あとお野菜的には
ちょっともう本当に初夏な雰囲気がするんですけど、つるむらさきとかですね、はいはい、あと葉物でもキャベツレタスもちょっと豊富になってきましたし、ですね、トマトの美味しいのがなんかすごい人気あるんでしょ、トマト。そうそうそう、トマセミのスタッフさんが言ってました、トマトめっちゃ美味しいよって。トマトを買いに来る方多いですね。そうなんですね。まあ、有名なあの出荷者さんで、古賀さんっていうのと、はい、桑野さんっていう、このお二人のトマトが美味しいと評判らしくて、ね、私も両方のトマトをいただいたんですけども、はい、それぞれにあのまた特徴があって美味しいです。あ、そうなんですね、はい、私もさっき1個買いましたトマト。あの、ね、甘、なんだろう、今風のその甘いトマトっていう感じではなくって、うん、なんだろう、昔からあったようなちょっとあの青みがかった雰囲気のその爽やかな酸味がちゃんと残ってるトマトですね。へー、うん、ぜひちょっともう、ね、お店で発見したら、たくさんね、並んでますもんね。そうそう、うん、量が増えてきましたので、はい、ちょっとだからお店のなんだろう色彩も、うん、あのまあ、タケノコのね、あの薄い黄色の感じから赤だったり緑の濃ゆいお野菜だったりとか、結構カラフルになってますね。そうですよね、はい、あとズッキーニとかもちらほら出てきてるので、ね、キュウリとかナスとかも入ってますよね。そう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 、結構カラフルな店の雰囲気になってます。そうですね、うん、なるほど、小賀さん、はい、小賀さんと桑野さん、うん、なるほど、はいじゃあはい、探していきましょう。ですね。ぜひぜひ。あ、うん。ね。あと中之島、あと中之島公園のあの、はい、状況としては、まあ、引き続きちょっとあの、なんですかね、あの敷地のまあ利用制限とかも引き続きちょっとまだ、様子見させていただいてて、あの使えないところもあるんですけど、あと例年ですね、この時期はあのホタルがあの飛ぶことで有名なんですね、この周辺はですね。大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさい、ごめんなさい。で、あのそのまあ、ホタルが出る時期になると、まあ、夜間あの駐車場あの開放していたんですけれども、そうですね、今年、はい、今年はですね、ちょっとまあコロナの影響もちょっと、うん、あの考えてですね、あの、まあ、感染の予防だったり拡散防止 の、 あの意味も含めまして、あの公営の駐車場を夜間閉鎖しております。はい、ですのでちょっと駐車するスペースがありませんので、あの申し訳ないですけども、今年はあのホタルの鑑賞はあのご遠慮いただいているという状況です。はい、であの山田の交差点って分かりますかね、はい、多分中川の方なら分かると思うんですけど、はい、山田の交差点の近くにあるあの電光掲示板が、あの道路情報とか流れる、はい、ありますよね、あの電光掲示板があるんですけど、そこでもあの公園の駐車場は夜間空いてませんっていうような標識あのありますので、そういうのをちょっとあの確認いただいてですね、あのなるべくあの路上駐車とかもあのしないようにお願いいたします。そうですね、よろしくお願いします。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあいろいろ気をつけてね、はい、あのルールに従ってご利用いただければというところでございます。はい、はい、日中は、はい、あの、うん、どうぞいらしてください。はバンバンね、はい、ありがとうございます。今日も盛りだくさんでですね、来ましたね、はい、あの来週はちょっと宿題はお休みしといて、ちょっとなんかやりましょうか来週はね。そうですね、ちょっと早いの、夏休みね、夏休みね、俳句やろうか来週。行きますか、そろそろね。あ、季節変わりますからね。そう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 、ちょっと準備しましょう。はい、頑張ります。ね、はるはるもじゃあ来週俳句行きますよ。はい。やりましょう。そうそう。やりましょう。じゃあ、はい、どんな内容か決まったらまた告知させていただきます。はい。はい、今日は、まあ、あの4週にわたって宿題をありがとうございました。こちらこそお疲れ様でした。勉強しました。久しぶりに。素晴らしい情報を。はい。はい、また楽しみにしております。まあ、突然出す。突然なんですよね。きっと突然だから怖いね。もう1週間勉強するもん。覚悟しときなさい。いや、覚悟しても来るもん。はい。ということで時間も来ましたので、今週の南畑物語これにて終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、またねー。